鳥獣の保護及び管理並びに、狩猟の適正化に関する法律は、日本国内における鳥獣の保護及び管理と狩猟の適正化を図る目的の法律である。略称は、鳥獣保護管理法、鳥獣保護法、狩猟法。旧来は、林野町の管轄であったが、1971年に林野町から新設された、環境町に管轄が遺憾となった。 鳥獣保護及び狩猟に関する法律を全面開廃する形で、本法は平成14年7月12日に公布された。その後、2006年の第一次改正を経て、2014年の第二次改正5月29日によって、現在の鳥獣の保護及び管理並びに、狩猟の適正化に関する法律に名称変更となっている。本法は、 鳥獣の保護及び管理と、狩猟の適正化を図ることを目的としている。また、それをもって、生物多様性の確保、生活環境の保全及び、農林水産業の発展を通じて、自然環境の恩恵を受ける、国民生活の確保及び、地域社会の発展も、目的としている。このうち、生物多様性の確保は2002年の新法制定の、 際に加えられている。本法での対象となる鳥獣とは、野生の鳥類と哺乳類である。以前は、哺乳類の内狩量の対象となる大型のものしか、対象ではなかったが、2002年の新法によって、ネズミ類、モグラ類などの小型の哺乳類及び海性哺乳類が、対象となった。2014年の第二次改正では、題名及び目的に、鳥獣の管理を加え、 鳥獣の生息数を適切に維持するために、鳥獣の捕獲等をする事業の実施や、業者の認定、夜間の療獣使用の一部解禁など、規制緩和された。これは、保護対象となっている日本自家や、イノシシなどが急増したことで、他の生態系への影響が懸念される事態となり、単に保護するだけでなく適切に管理する、必要性が生じたためである。 特定領具使用禁止区域看板長寿に関する法令については1873年の長寿領規則が最初とされている。本法の前身は1895年の狩猟法及び1918年に施行され改正が続けられてきた長寿保護及び狩猟に関する法律である。1963年の長寿保護及び狩猟に 関する法律への改正時には、これまで、狩猟の適正化に加え、鳥獣の保護の精神も法律に反映された。2002年に条文を全面的に改正して、現代的なひらがな交互体に改めるとともに、人間や動物の生活環境の多様化、複雑化などに対応するために新法として、制定された。しかし、有害鳥獣対策としては、 不十分という声が上がる一方、鳥獣保護の考えを後退させ、レジャーとしての狩猟や安易な駆除の促進を行うための悪法という声もある。保護に限定せず有害鳥獣捕獲などを通じた、地域の生活環境の保全、農林水産業または、生態系に関する被害の防止や狩猟に用いる、漁具の使用に関する危険予防などの項目もある。近年では、 動物の保護、駆除に関して特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律や動物の愛護及び管理に関する法律の制定、施行により生態系の保護や鳥獣を含めた動物保護、愛護の分野において詳細な対策がなされつつある。その一方で生態系の保護、動物保護、愛護、有害鳥獣等の捕獲等、狩猟等の 各分野について、各方面に属する市民や民間団体からは意見の対立も見られ、バランスを取ることが要求されている。狩猟免許とは、狩猟を行う者に与えられる免許である。都道府県知事により与えられる。狩猟免許は、網猟免許、罠猟免許、第一種重量免許、第二種重量免許がある。狩猟を行う場合には、 狩猟税を納め、都道府県知事の登録を受ける必要がある。その場合には狩猟免許を取得している必要があり、都道府県知事は、鳥獣の生息状況を考慮して、狩猟者の登録を制限することができる。また、登録を受けた者は狩猟者登録証を与えられ、狩猟の結果を報告する義務が生じる。猟区とは、狩猟鳥獣の生息数確保や安全な狩猟を、 実施を目的として、包丁獣や狩猟者数等の制限、管理が行われる、一定の区域である。これは領区を設定した者が、都道府県知事の認可を受けることにより設定される。狩猟に関する危険防止として、都道府県知事は、特定領具使用禁止区域を指定することができる。特定領具使用禁止区域では、特定領具の使用について、禁止。 制限が設けられる。また、危険療法として爆発物や劇薬、毒薬、虎バサミ、鳥持ち、霞網、合計1 0 5ト、mm、ルを超えるもしくは、合計5 9ト、mm、ル以下のライフル銃、純空機銃、弓矢などを用いた療法の禁止、制限も定めている。銃を用いた量にあたっての時間の制限、及び場所の制限も定めている。その他本法では、 鳥獣の保護または狩猟の適正化に関する取締りや、立ち入り検査の実施、特別司法警察職員の指名、鳥獣保護事業に関する事務補助を行う、鳥獣保護員、鳥獣の生息状況の定期的な調査の実施、環境衛生に障害を与える鳥獣または、他法令により適切な保護管理されている鳥獣について、適用除外などを定めている。 また、鳥獣保護事業や、狩猟の適正化に違反したものへの罰則も定めている。ありがとうございます。